来年の春に向け、今日都内でも多くの企業が内定式を行いました。未来の社員たちは社会人の自覚が少しずつ芽生え始めているようです。個性と能力を発揮し飛躍されることを大いに期待いたします。おめでとう。今日都内で行われた企業の内定式。こちらの会社では新型コロナの影響で去年と一昨年はオンラインで式を実施しましたが、感染状況が落ち着いていることなどから今年は3年ぶりに対面での開催にしました。一日も早く一人前の社会人として仕事を通じて心身ともに成長してまいりますことを内定者を代表しここに誓います。本日は誠にありがとうございました。こうやって対面で新しく社員になってくれるであろう方々とね、知られることはこんな嬉しいことはないと思っています。首都圏の飲食店に食肉を卸すこちらの企業では説明会を多く開くなど、今年新入社員の獲得に力を入れていました。その成果もあり、これまでの最多71人が入社予定です。内定式を終えた未来の社員たちは、4月から社会人になる実感が湧いて楽しみであるとともに身が引き締まりました。これから一緒に頑張っていく仲なので、今日会えてよかったです。内定者は来月からインターンを始め、食肉の加工を学んだり会社での事務作業や営業などを経験していくということです。